日振リ型解剖艦は、大日本帝国海軍が第二次世界大戦において運用した解剖艦。主に南方航路の船団護衛に用いられた。基本計画番号は E20 ビット、ウグル型解剖艦の準同警艦である。ウクル型からの振り替えにより、1944年から1945年にかけて同警艦9隻が収益している。日本海軍は、 エトルフ型解剖艦以降、対戦、対空性能及び量産性を重視した解剖艦を建造しようとしていたが、ミクラ型解剖艦は、戦時急増を要する護衛艦としては、まだ工数が多く量産性に欠けるものであった。そのため、各所の構造を大幅に簡易化し、曲線部分を平面化した設計を行った、ウグル型の建造が決まったが、傭兵側から、 総会具を装備した解剖艦の配備が要望されたため、ウグル型の内日立造船桜島造船所に建造が割り当てられた艦に対し、単艦式用型総会具を装備した艦として設計変更が行われた。これが本型である。日ぶり型は艦船本部の指揮下で日立造船が建造を担当した。丸9計画で第315艦型として、 建造予定だった艦のうち、1942年2月14日の解剖艦オツ型の設計完了により未期交換16隻が解剖艦オツ型として建造が決定されたが、1943年7月5日、未期交換で設計変更が間に合った8隻は、基本計画番号 E20 ビットに従って建造されることになった。 このうち日立造船割り当て分3隻を本型として建造することとした。ウクル型との違いは両限に投射可能な94式爆雷投射機を2機装備したほか、単管式大型装会具を装備している。ミッドウェイ海戦後の改め後計画では34隻のウグル型の建造が計画されたが、そのうち日立造船割り当て分19隻は本型として建造することとした。 マルキュー計画艦とは違い、総会具を装備せずに94式爆雷投射機と3型爆雷、装填台を1機ずつ増備する変更がされている。うち2席は終戦に伴い未成のまま建造中止となった。また、7発、核位等11隻は、選挙区悪化のため全て建造取り留めとなった。ありがとうございます。